どうもこんばんは、アーベです。よろしくお願いします。新型コロナウイルスのこのありがとうございます。神奈川ではちょっと解除に一時になって、まだ東京から来たんですが、まだ東京は6月1日にですね、まあだいぶちょっと調整しながらなんですけど、今日の一日アーベよろしくお願いします。今日実は初3人編成でありますので、よろしくお願いします。いつもお金やってるんですもんね。はい、それでは、それでは早速いきます。ハッピースマイルチャンス。Yeah.
どうもありがとうございます。最初に、お伝えした、ハッピースマイルチャンス、そこらにあの CD をですね、発売しています。KDC でも出ておりますが、今の曲は、マイプレシャス。私の中で重要なこと、ね、昔あの、結婚式の二次会に呼ばれてですね、披露宴とかの歌を歌いますよ。大切にしている。こちらも、あのファーストアルバムのハッピー、ミレニアム。もし、お気に入りしましたら、1500円あるんですよね。ということで、まあ、本当にね、あのマスクしながら、本当にこのお話をいただきました。ありがとうございます。もう本当にいろいろとですね、いろいろとで、ね、まあ、私もいつもいつも話してあるんですけど、あの普段はガードなんですね、警備員なんです。まあ、A チーム、B チームに分かれてるんです。で、私は B チームなんですけどね、今 A チームが出てて、で、誰か感染したり、まあ、家族とか関係者で感染したら A チームは休んで B チームだけ、そういうこの使い分けになって、今でも A チームも B チームも誰も感染してるんですけどね、そんな感じで、結構久々に、あ、野球やってるのかな、帰るのが違う。楽しいです。2泊3日泊まって1日休み、2泊も3日泊まって1日休み、そういうパターンでずっと起きて、ちょうど今日が休みだったまさに今日僕が来て歌うために来ました。私、はい、早速行きましょう。あれ、いつもはですね、オケでギターで歌でやってるんですけど、メンバーで、ね、早速行きましょう。ローラ、心に抱く静かな生き物の声、声
自分で出てたんですよ。ちょっとこう、実は次は最後の曲になりまして、最後の曲がちょっと次は最後の曲ですね。実はまた一曲目と同じ皆さんが歌える曲でございます。タイトルは歌を歌おう、歌を歌おう、歌詞はこれしかありませんから、後で掛け声かけますので、ぜひ最後のフィナーレ、ぜひ一緒に歌っていただきましょう。行きましょう、歌を歌おう。歌を歌おう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